1 8年11月28日から1180年9月24日は、ローマ帝国、コムネノス王朝の第三代皇帝。同王朝、第二代皇帝ヨハネス二世コムネノスと、ハンガリー王女エーレーネーの子。メガスは、偉大なるという意味のあだ名。彼に仕えた者が非常な忠誠心を抱き、秘書や、配下の将兵に称賛されたことに由来する。 中世ギリシア語では、マヌエル一世コムニノス。マヌエルは四男であったが、長兄のアレクシオスと時系のアンドロニコスが1142年に相次いで創生し、三兄のイサキオスがアングであるということもあって、1143年の父の死後、皇位継承者として選ばれた。失踪、倹約に勤めた父ヨハネス二世と違って、派手好みで、 享楽的であったマヌエルは、宮殿や教会などの建築事業を起こし、豪華な祭礼や外交施設への歓迎レセプションなどを行って、首都コンスタンティノポリスを飾り立てた。また、マヌエル一世は、ハンガリーのベーラ三世を娘婿に迎えて、ハンガリーと東ローマ帝国の統合を構想したり、宮廷に、 西洋の騎士道の風習を持ち込み、進化にも多くの西洋人を雇い入れた。祖父アレクシオス一世の代から、小宗の巣ス王朝は、地方有力者に、軍事力提供と引き換えに徴税権や土地を与える、ことで、彼らの協力のもとに、帝国の防備を万弱なものにしようとしていた。だが、マヌエルの代になると、それが、地方有力者の権力強化と、それに伴う、 皇帝権力の弱体化につながってしまっていた。さらに、マヌエル自身が大量にプロノイヤを可視したため、この傾向は強まる一方であった。後に、イサキオス・ドゥカス・コムネノスや、テオドロス・マンカファースらが、帝国から独立してしまったのは、これに起因すると言われている。父による、軍事的成功を受けてマヌエルは、ローマ帝国の再興を目指し、イタリア遠征や、 キリキアシリア遠征などの軍事行動を起こし、神聖ローマ帝国やエルサレム王国、ルームセルジューク朝などと交渉した。行為を争った兄、イサキオスの娘たち、マリア・コムネナ、テオドラ・コムネナ、エウドキア・コムネナを外国人と結婚させたのも、その一環である。だが、イタリア遠征は、シチリアオール・ジェーロ二世によって阻まれ一年で、失敗した。 キリキアシリアハンガリーエインは、成功を収めて、エルサレムやアンティオキア公国、ハンガリー王国に、総主権を認めさせたものの、それは所詮諸国のパワーバランスの上に立つ、脆い支配でしかなかった。また、ベネツィア共和国と交易をめぐって対立し、ベネツィア人勢力の一斉追放などを行った結果、関係が悪化。 このベネツィアとの関係悪化は後に第4回十字軍による帝国の一時滅亡という結果を招いた。このホカレパントや小アジアの領土回復も図ったが、1152年にキリキア・アルメニア王国にマミストラの戦いで大敗を喫し、キリキア・アルメニア王国の独立を決定的なものにしてしまった。さらに1176年に神聖ローマ帝国と、 結んだルームセルジューク長のクルーチアルスラーン2世の前にミュリオケファロンの戦いで惨敗してしまった。マヌエルはこの戦いをマラズギルトの戦いに例えた。それほど大きな負けではなかったらしいが、陽気な性格だった。マヌエルも、この戦いの後には塞ぎ込みがちになったという。その後も、 対新聖ローマ同盟のためにフランスと縁組を結ぶなど、最後まで外交戦略を諦めることはなかったが、1180年61歳で死去した。マヌエル一世はローマ帝国の栄光を再現しようとしたが、対外進出はことごとく失敗に終わり、相次ぐ遠征や建設事業で財政は破綻してしまった。 それまで、東方の大国の座を維持してきた東ローマ帝国の国力はマヌエルによって使い果たされてしまったのである。マヌエルの失敗によって帝国は急速に衰退し、1204年の破局を迎えることとなる。最初の皇后ベルタ・フォン・ズルツバッハとの間に二女が生まれた。ベルタが1159年に病没すると、後添えに、 アンティオキア公国の皇女マリアを迎えた。彼には、数多くの愛称と諸子がいた。諸子の一人アレクシオスは、アンドロニコス一世、コムネノスの諸子、エーレーネーを妻とした。古代ローマ帝国の後継者であることを強く意識し、その復興を志していたマヌエルは、ユスティニアヌス一世以来、久方ぶりに古代ローマ風の征服称号を名乗った、東ローマ皇帝である。 しかし、征服した民族として挙げられているのはもともと東、ローマ帝国領であったバルカン半島、小アジアの民族がほとんどである。マヌエル、キリストにおける神に、新圧期皇帝、ポルフィュロゲネトス、ローマ人のアウトクラトール、最も経験な、永遠に尊厳なるアウグストス、イサウリア人、キリキア人、アルメニア人、ダルマティア人、ハンガリー人、ボスニア人、クロアティア人、 ラジエ人、イベリア人、ブルガリア人、セルビア人、チキア人、ハザール人、ゴート人の征服者、偉大なる、コンスタンティヌスの栄冠の神の定めたる、相続人、彼のすべての権利を精霊により受け継ぎし者。ありがとうございます。